賞の作家さんによるリレートークというのは午後にやっているんですけれども、本日現在このコロナの状況にありますので、混み合う時間帯を避けて11時からのスタートとさせていただいております。でご参加の際は、周りの方との距離十分に取っていただきながらご参加いただけますようご協力をお願いいたします。今回トークにご参加いただく作家さん、5名の方になります。あゆみあだちさん、東小一郎さん、上竹裕次郎さん、カエルかわる子さん、そして藤田智一さん、5名の方となります。お一人10分程度お話しいただきながら会場内回ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず足立さん、はい、今回の出品作家さんの中でも展示にあたって多分一番大変だったのがこの足立さんかなと思うんですが、その理由は、お住まいはどちらでしたっけ？あ、入りました。すいません。はい、行けてます。はい。ちょっと聞こえてなかったかと思いますので。お住まいは、ベースは香港なんで、これが決まってから、帰んのみたいな。で、12月の末に急遽帰国して、まあ、撤去もあるので、4ヶ月、久しぶりに4ヶ月間日本に過ごしてます。2週間の自主隔離もしていただいて、はい、2週間隔離も完全に終了し1月の末に展示で、今月24日に帰るんで、そこから、3週間の、自腹本ホテル隔離を、経験したいと思います。はい、お疲れ様です。はい、はい、で足立さんの作品、こちらになりますが、ライン線という作品なんですが、はい、これはどういう意図のものなんでしょうか？まず紙に直線を引いてるんですけど、全部手書きで書いてます。で、A2 サイズの、あ、大丈夫です。はい。こんな感じで、どんどん線を引いてるんですけど、まっすぐな線っていうのは、まあ点から点につながる直線は時間を表してて、その短い時間の間に人間いろんなことが起こってるっていうことを表現したいんですけど、まあみんなに均等にあるこの一直線の線が、まあ何らかの経験とかで、まあ紆余曲折発生するわけですね。それをまあぐしゃってすることによって直線が今度曲線に変わる、で変わった曲線をまあ詰め込んでいってるんですけど、あの時の時間とこの時の時間、この時の時間と今の時間っていう線がどんどん作品の中でつながっていくっていうのを、まあ、表現したくて、今回、まあ2日間の展示っていうことだったので、こういうふうに、まあ、完全なる、作業的な表現になっちゃってるんですけれども、まあ、言いたいことは同じです。足立さんの中でこの線を引かれる作業と実際に展示設営をされる時の作業っていうのは、その作品の意味合い的にはどういう比重なんですか？本来ならば線を引いて、線を引く、潰す、くっつけるっていう作業は、ワンサイクルで、それを、まあ、パフォーマンスとしても見せたいっていうのがあるんですけど、まあ、こういう美術館とかギャラリーの展示の場合、もう作ったものを見せるっていうことになっちゃうんですが、一昨年ぐらいは、横浜 であとベトナムとかでも、やってる最中も見せる、で作り終わったものを今度逆に潰していくっていう作業まで見せるっていうことをやったこともあります。なので、まあもうまあ、今これ見せてる状態ですけど、今日から潰していくんで、それもまあ一連の流れっていうことになりますね。なんか一つのサイクルっていう、はい、じゃあ本来ですと設営から撤収までパフォーマンスとして見せるようなこともやられていると、はい、そうです、はい、実際展示作業、それから今日の夜からの撤収作業、はい、かなりパフォーマンス的な要素も
ありますね。はい、見せたいですけど、まあ、見せられないんですけど、まあ、想像していただければ分かると思うんですが、まあ、これ、4040枚使ってるんですが、まあ、それを、今日からあ、私完全に作品の素材はリサイクルなので、使ったものをもう一度伸ばしてもう一度別の ところに持っていく、この時間は死んでしまってないので、この時間はまた別のところに持っていって次の時間とつなげていくっていう作業があるんで、完全にこれはまっすぐに伸ばす作業に入ります。でそれを、ラッキーにも16日から、1週間、兵庫県で展示することになったんで、また新たに膨らむっていうことですかね。はい、じゃあこの後、はい、兵庫の方で展示をされる、はい、ということ。そうです。はい。はい、拠点を香港で活動されているんですけれども、はい、ご自分の普段の制作とか、はい、そういったことについてもちょっと教えていただけますか。特にその香港やからどうやってかっていうことはないです。ただ日本に帰ってきてびっくりしたのは、すごいいろんなメディアが、まあ、政治的な問題を報道しているようなんですが、至って香港の生活は日常平和なものなので、まだまあ、でもアーティストがどこまでいろんなことを話ができるとか作品に乗っけられるかっていうのはかなりの規制が出てきているのは事実で、それは日本と香港の大きな違いではあるかなと。ただ、うん、私のように抽象的な作品になると、まあ、そこまで規制もないだろうなっていう安心感もあるんですけど、まあ、周りのアーティスト友人たちはやっぱ大変なところもあるかなっていうので、今後まあそういうところは見ていきたいし体感していきたいなっていうところではあるけれども、まあ、日本でもどこでも作品制作に関してはそんなにどこだからどうっていう大きな違いはないと思います。うん、はい、ありがとうございました。はい、最後に皆さんにお伝えすることありますか。はい、今後の予定、はい、ですね、さっき言ったその兵庫ですね、兵庫の西脇市っていうところ出身なんですけど、そこで、展示が決まってます。それはもうパフォーマンスとして1週間展示しているのも見てもらえるっていうような状況で、それはもう、常に常設っていう形で、展示させていただくことになりました。でもう完全に展示は終わってるけれども、これいつからですかね、4月35月の2日までプレビュート、中野城のビエンナーレ出展してて、プレビューが今月末で、9月10月に、ビエンナーレですね。であとその他、ここだ、ポルトガルとかのリモートがあったりとか、あと台湾のレジデンスが決まってたりとか、ちょっと後はいろんなスケジュールもありますが、なんかフォローしていただけ、私のスケジュール見ていただいて、作品どんな風に変わっているのかっていうのと、あと LINE が、この LINE がどこ行ってるのかみたいなのを想像してもらえるといいかなと思ってます。ここちょっと今日は一日いるんで、声かけてもらったらなんか話しましょうみたいな感じです。はい、ですね、ちょっとこのトークの中では質疑応答の場面も設けておりませんが、個別に坂さんにぜひ質問していただけたらと思います。じゃあ足立さん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ続きまして、後ろの自転車の大きな作品の方